建築設備の施工管理を手掛ける仲間を募集します。株式会社レック、弊社の求人に興味を持ってくれている皆さんに代わって中途採用の若手社員に聞いてきました。レックってどんな会社ですか？自分がやりたいと思えばどこまでもどんどんやれやれっていう感じで、自分の考えてることとかを発信して、まあ、お互いに話し合ったりだとかしやすい職場ではある。社員同士の仲がいいのはすごい伝わってきました。最初変わった人多い会社だなと思いました。個性的な人が多いなって。入社して仕事をした感想を教えてください。施工管理っていうものがどんなものなのかっていうのをよく分からずに、図面も書いて段取りもしてっていう、ここまでその仕事量が多いと思ってなかった。なしでなしで。今のはちょっとマイナスな感じ。やることが多いっていうのは、自分で好きなように決められることが多い、工程にしても物を選定するのも自分で選定できますし。現場でやってしまった失敗談ってありますか？ユニットの換気扇の中を定時ちょっと前くらいに見て、黒い画用紙が入ってたんですよね、穴の開いた。これ養生じゃねえかなと思って、こう全部の部屋のを取っ払った後に、まあ、上司に報告したら、それは風量を調節してるんだよって、外しちゃダメなんだよって。ああ、そうなんですか。全部屋取った後に報告したんで、全部屋付けに戻るんです。設備の魅力ってどのあたりに感じますか？こういう建築業界に入ると、うん、あの建物の裏側、見えないところってちょっとワクワクするっていうか。機械室だとかすごい綺麗に収まってるところを見ると、うん、すごいなってちょっとテンション上がるんですよ。すげえって。業界初心者でも大丈夫ですか？東京支店の、まあ、研修も、うん、まあ、3ヶ月、僕の場合だと6ヶ月あって、うん、まあ、しっかりとその現場連れてってもらって、どうしたらいいか分かんないですみたいな状態になった時に、自分で考えろみたいなの言われることはちょっとあんまり全然ないんで、聞いたらちゃんと答えていただけるっていうフォローも含めていい人が多い。施工管理の仕事の醍醐味って何ですか？新築だったらそれこそ、ね、新しく地図に載る建物になるしとか、大規模な改修でも前後でボロボロだった室内がすごい綺麗になったとか、一つ現場終わった時の達成感というのはすごいある仕事だなと思いました。図面書いて例えばそれ通りにそれが収まっていくんだっていうのも面白いし、資格に対して報奨金もあるし、そのやる気につながる部分っていうのは結構あるんじゃないかなと思います。我々レックは建設業の中でも設備という部分に携わっている企業でございます。設備というものは、空調、換気、給水、給湯、排水、その業務の現場監督を行っております。監督業務といいましても、今では他業種の方からいろいろと採用させていただいて、そのメンバーも今頑張っております。社内研修制度がありますので、知識の全くない方でも応募が全然可能となっております。若手社員を中心に活気あふれる会社となっておりますので、ぜひ皆様ご応募のほどよろしくお願いします。